まあ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 、もっといいのが決まるまでの仮ってことでな。お前誰？お、あんなや来てたのかよ。うわ、お前つてです。ごめんなさい、俺のせいでこんな風になっちゃって、ごめんなさい。 Get the fuck out of here now。 小池、どうしたの？大声出して。よ、龍介くんとこ行ってたの？治るよこれ。え？2ヶ月もあれば治ると思うよ。本当ですか？修理代も僕が立て替えてあげよう。いいんですか？ただし。いやー助かったよ。スリランカから出稼ぎに来たやつが夜逃げしちゃってさ、困ってたのよ。こんなこと一日やらされてたら逃げ出すっつうの。ほら、住んでないでさっさと運んで。配達の締め切り6時だよ。これで時給500円って詐欺だろ。つべこべ言わない。早く仕事終わらせて。そして、まず音を一つ一つしっかり出せと言ってるだろう。やり直せ。はい。てか、なんで水着なんですか？こう見えても僕、若い頃は競泳の選手でね。ああ、まるで別人ですね。オリンピックの選考レースで敗れやけになっていた僕を慰めてくれたのがこのギターたちだ。はい、もう一回最初から。はい、ワンツー。チマ&タイラー&トーマ&リュー、ベックよろしく。エボリューション。
小雪、小雪、悪いけど君とやってても面白くないでも俺のスケールにお前らは合わねえんだよ。おい東郷、ほっとけ。お前何そんなに焦ってんだよ。何しに来たんだよ。ギター修理したんだ。消えろよ。俺にはやるべきことがあるんだ。てめえの遊びに付き合ってる暇はねえっつってんだよ。To fix that. あのね。よう小雪。それこの間のギターか。修理したんだ。貸してみろ。やだ。お前見てるとムカつくんだよ。やれ。何やってんのかな。なんだお前。あいつに全部聞いた。